炎症性腸疾患は自己免疫システムの疾患です。これは2つのタイプによって構成されます。クローン病と潰瘍性大腸炎です。自己免疫疾患になってしまうと体が自分自身を攻撃し始めます。そしてこれらの細胞が有力で時に危険な自己免疫抑制剤を操り病気を抑えるのです。この分野は急速に展開していっている分野であり、腸の微生物がどのようにしてこれらの病状に影響を与えるのかということを調べています。また消化器科の医師は私のような面白い患者に出会うことができます。勤務時間も規則正しく、多くの場合9時から5時までの勤務になります。肝臓学、そして肝臓移植は肝臓に関するエキスパートのフェローシップです。肝硬変や肝臓の自己免疫疾患、そして遺伝的な肝臓疾患、肝不全などの治療を行います。移植の外科医が実際に臓器の採取と手術を行うのですが、消化器科の医師の役割というのは患者の移植を受ける患者のケアです。手術の前、手術後のケアを行います。多くの場合それには患者を、そのケアには患者の病状を改善させたり安定させたりしますが、それにより実際に患者が移植を受けるときに患者の状態が良いということを確実にします。また繊細な投薬治療も消化器科の医師の仕事です。運動性、腸の運動性というのは消化器科の専門分科では最も一般的ではないのですが、これは消化器科の動きの治療にあります。これは腸が消化器官の前動運動により消化器官の下に食べ物を送るという動きです。直腸から結腸のにあるお腹のものを動かし、そして排便に至らせるという動きをします。前動運動というのは神経系によって動かされています。これは交感神経と副交感神経のバランスが重要になってきます。また運動性のフェローシップの医師、専門にしている医師は神経系の疾患や強皮症などの疾患の治療も行います。強皮症というのは皮膚の組織やその他の組織が硬くなるという症状です。